であのカトリーヌ・マラブの、えー、一番新しい本で、まあえー「オブラー、泥棒、アナーキズムと哲学を読む」という、えー、会になります。 でえー、とダリン・テネフ先生と一緒に、えー、また、えー、セミナーをやりたいと思いますまずは、えー、とこの本なんですけれどもこの本は、えー、と昨年出たあの、えー、クリトリスに関する、えー、著作の,あの次回作になっていますで、えー、と前回の著作はあのクリトリスとアナキであるという結論であの終わっておりまして えー、その続きになっています、えー、マラブさんはこの本に関しては5年ぐらいあの準備をしてあの書いたようですで実際、えー、とこの本は、えーとーまあ、400ページぐらい、えー、ありますし、えーまあえー、かなりあの、えーとうん、あのページ数が本当にあの、えー、たくさんありまして、えー、と本当に準備勉強して準備された著作なんだなということがわかります。<laughs> Jean de peut pour se faire exploration des concepts d'anarchie dans l'œuvre de ces grands philosophes contemporains, Reinhard Schurman, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Michel Foucault, Georges Joagambain et Jacques Ronchère. Tous sont en commun d'abord accorder à l'anarchie une valeur à la fois ontologique, éthique et politique déterminante sans toutefois parvenir à engager une véritable pensée de l'anarchisme sans parvenir non plus, par conséquent, à destituer la logique du gouvernement, alors même qu'ils adoptaient, contre le dictat des modèles pyramidaux, le langage euh, géographique de la surface des pluies et de la défaite des surpompes. J'interroge ici l'échec anarchiste des concepts philosophiques philosophique d'anarchie. うんはいえー、ありがとうございますで、えー、とまず冒頭で、えーと、統治の不在ですかね、えー、っていうテーマが出されまして、えーとまあ、誰かが誰かを支配するっていうあの、この統治の不在っていうのが、この本の、えー、テーマなんだということがあの語られます。で、えー、哲学とアナーキズムの対話から導き出される根日的な問いというのが、この統治、支配の 不在をどのように考えればよいのかという問題設定になっています。で、その後続けて、この文章が、えー、と現れます。で、えっ、ー、と、プロスフェーというのは、えーと、その目的のためにというわけですね。で、えっ、ー、と、ジョントプロン・レクスプローラシオン・でコンセプト・ダナーシーですね。で、アナーキーの概念を えー、について、えー、と探求を、えー、試みていく、えー、いきますと。で、えー、とどこでなんですけども、でえー、と6人の、えー、偉大な現代の,あの哲学者の著作においてです、えー、その,あの、えーとえー、と研究の中で。 でそのう哲学者は、えっと、シュールマン、レビナス、デリタ、フーコー、アガメン、ランシエルです。で、順次、この6人の、えー、哲学者、プラス冒頭でアリステレスが出てくるんですけれども、でえー、っとこの7人ですか、ね、の哲学者に、えー、それぞれについてアナーキズム、アナーキーとの哲学との関係が、えー、順次あの論じられていきます。 分量は、えっと、やや均等になっていますかね。で、7人とも、えっとまあ、40ページ、50ページぐらい、あの、え、あの、割かれております。で、えっと、まあ、この順番自体、えっと、ライナー・シュールマンは日本語であんまり翻訳がほとんどないので、えー、ご存知ないかもしれませんがあの、早くして亡くなったハイデーガー研究者なんですけども、ハイデーガーにおけるアナーキズムの話題について、えー、著作をあの刊行しています。 でえーとまあ、この順番自体がとてもあの興味深いあの順番になっています。アリステルス、シュールマン、つまりあのこれはあのハイデガーのことですねで。レビナス、デリダ、フーコ、アガメン、で締めるのがランシェールという,ふうな順番になっていますで、えーとうん。その次、フランス語の方に戻りますと、えー、このトゥス、これは不定代名詞になっていますね。で単数はトゥで、えー、複数形はあのトゥス、トゥット。 とあの発音が、あの後ろの真字があの出ますね。はいでこれで、えーえー、とみんな、あるいはえー、と、えー、すべてのものというふうな不定代名詞になっています。で、トゥス、オントンコマン、ダ、え、ボーということで、えー、まあ何をあの共有している、共通しています。何がダブーアクーで複合形になってますね。過去形ですね。だからね。はい、えー、アナーキーに、 えー、価値を与えた点では、えー、共通している、一致しているんです。でえー、どんな価値かと言いますと、えー、存在論的、倫理的、えー、政治的な、えー、価値、しかも決定的な価値です。デテ・ハミノンとは、これ、女性系になっておりますので、これはあのバリアーハーにあの、えー、一貫してあのかかって、えー、おります。 でえー、あとはここであの「あラフわ」って出てくるんですけども「えーまあらふわ」アラフはなんか同時にっていう意味なんですけども、えーまあ、ちょっとあの調子を合わせるために「あのアラフって使われる場合が多いのでちいちいちすべて「同時に」と訳す必要はあのないと思います。ここは、まああのえーとまあ、全体のバランスを取る感じなのでちょっと私はあの「同時に」とは訳しておりません。 で、次、sans <son> toutefois parvenir à en engager、えー、などなど、えー。しかしながら、えー、とアナーキズムの、えー、本当の思考に、えー、思考をあの、えー、開始するには、えー、至らないままということになっています。オンガジェ。オンガジェは、えーと,えー、とても多義的な動詞なので要注意ですね。あのガージューというのが、七、担保。タンポ という意味で、案が中なので、質に入れる、担保にする、約束するとか誓うとか、まあそういうふうなニュアンスのあの動詞だと思います。日本人には、えっ、ー、とえっ、ー、とエンゲージリング、エンゲージリングでもう馴染み深いえっ、ー、と表現になってますよね。もうあれは人質なわけですよね。あのエンゲージリングというのは、あの自分を人質にとってあの結婚をするというまあそういうリングになっております。 まあ、あのこれあの、たくさんの意味があるので、えー、サルトのアンガージュマンも含めて、いろんな意味があります。でここで、えー、とポイントは、アナーキーとアナーキズムですね。アナーキーとアナーキズム。でえー、とアナーキーの思想とアナーキズムの政治、えー、をあの分けて、えー、マラブソンは考えており、えー、そこがあの大きな問題設定にはなっていきます。<laughs> 次、次、sans parvenir La ence, a la gouvernement ですね。で、えっ、ー、と、なので、えー、彼らは、えー、彼ら6人の現代の思想家たちは、この統治の原理、えー、統治のロジックをデスティチュエ、これはあの、アンスティチュエの反対ですよね。あの、でが、これが、あの、離脱、分離を表すあので、デコンセレクションのでですよ。はい。なので、えっ、ー、と、アンスティチュエの反対になっています。 スティチュアはこれ語感あの。ラテン語のスターレから来ていて、あの立っているというあのよく使われる語感にあのなっています。でえ、まあ、だから解体するですか、ねえー、解体するには至っていません。で、えー、アロメムキルですか、ねえー、アロメムクがと情報の表現になっています。メームはあってもなくても構いません。 で、えっ、ー、と、何々にもかかわらずというふうな、えー、情報の表現になっています。イルはトゥスを指しています。6人の現代の哲学者を指していますね。で、彼らは、えー、と採用したと、取り入れていると。コントロろディクター・でモデルピ、まあ・ピラミッドを、ピラミッド型の強制、えー、に,にあの抵抗して、で、えっ、ー、と、表面とか、膝とか、 張り出している突き出している、まあ、王様のような立場というのはこれ張り出した存在特権的な存在ですよね、えー、それのメタファーになっています、えー、この突き出した部分を解体させるといった、まあ、地理学的な言語表現を取り入れてるんですけれども、えー、その統治のロジックを解体するには至ってはいませんで私がここで問うのは「えー、アナーキー原理のアナーキスト的な失敗とあの」と書いてあります えー、ここでもアナーキーの哲学者たちが、えー、アナーキズムにおいては失敗をしている政治的なアナーキズムつまり、えー、統治の不在支配の不在を徹底的に問うには,あのには至っていないんじゃないかということが言われていますじゃあ、えー、次ですかね次はちょっと説明をします、えー、マラブさんがなぜそんな問題設定をするのかですけれども、えー、今日において水平状態の危機 ホリゾンタリテが危機に面しているというのが彼女の問題設定にあります。まあ、これはグローバル化でもう世界中がフラットになっている状態というのを考えていただければいいと思います。で、2つのアナーキズムがこの危機を構成していると言っています。一つ目、1つ目は事実上のアナーキズムです。これは政治・経済的な動向を考えてください。 グローバル化によってあの国家というものが衰退して、まあ、全てが経済、政治的にあのフラットな状態にあのなったのが、まあ、グローバル化かと思います。まあ、あのガーファーなどの巨大企業が、まああのえー、世界中をあのフラットな状態であの、えーとえー、経済活動を行うというところが一つのイメージかと思いますで。そんな中、国家が衰退することで、まあ、いろんな公的サービスがあの縮小していきます。 で、貧困問題などになかなか対応ができてない。それが一つの危機です。二つ目。二つ目は覚醒するアナキズムがあります。で、それに対抗するオルタナティブな政治的な実験というのがいくつも試みられています。フランスだと黄色いベストやザッド運動です。1999年のシアトル WTO 抗議行動というのが一つのメルクマールになっているんですけれども、まあ、それからのオルターグローバリゼーションの運動というのがどんどん展開をしております。 ただ、この2つを飲み込む形であるいはこの2つがきっ抗する形でこの資本主義自体がもうかなりアナーキズム的な展開をますますしているのではないだろうか新自由主義、ウルトラ自由主義からキーワードはアナルコ資本主義ですかね資本主義が自体がアナーキズム的な役割を果たしている。 あらゆるだからあの上位概念ですかね、あの特権的な、えー、立場というのをあのフラットな状態にあのしているのではないかで、えー。グローバル巨大資本と政治が結託することで、えーまあ、フラットとは言いながら権威主義的な体制、あのえー、巨大企業というの,の,のとか、えー、巨大な政治家の力というのはますます強化されている、えー、というのが、えー、彼女の危機意識です。統治の暴力と 私たちの性の無再現なユーバー化、フラット化が、えー、とハイブリッドに結合していて、えー、それが、えー、今日独特の無秩序を生み出しているというのが、えー、彼女の,あの、えー、問題意識になっています。じゃあ、えー、次のところ、えー、いきますか。じゃあ菊池さんに、えー、発音をお願いします。はい。 Mais, par exemple, le du le siècle, refusant la limitation des théories politiques plus établies, comme le marxisme en, particu en, particu en particulier, particulier, on peut voir dans l'anarchie une ressource déconstructrice et transformatrice, aucune n'a franchi pour autant la distance et sans se séparer selon eux l'anarchie du l'anarchisme. Cette distance est restée un fiche conceptuel. La philosophie doit dès au aujourd'hui introduire l'anarchisme des ces anarchies. En retour, l'anarchisme doit subir au dialogue philosophique これがあの冒頭序文の一番ほぼ最後の方なんですけれども、<ス>でえー、と問題ですかね、えーとえー、困難、えー、は次の通りになります。長いので、一回ちょっと私切ってあの訳しております。 でえー、とちょっと長いんですが、えー、C があって、えー、ここまでが、えー、従属説になっていて、えー、おります。で、えーとでえー、この C は、えーとあの、もしではなくてあの、情報的な対立の C になっています。後ろのプオトン、しかしながらと、えーとえー、こうすることによってあの、うまく対立の表現になっています。で、えーとまあ、20世紀の重要な、最も重要な、 ヨーロッパ大陸の哲学者の何人かがというのが主語になっています。「Refusons les limitations des théories politiques plus établies comme le marxisme en particulier」ここが、えー、と現在文章になっておりまして、えー、何をしたのかむしろ定着した plus établies、えー <laughs> プリウスがあのこれよりとかあのもっとなんですけれども、まあ、いろんな訳し方があります、えー、どちらかというとプラスっていう意味ですよねむしろ定着した政治理論特にマルク主義の制約を拒んで,でアナーキーのうちに脱構築的で改革的な原泉を見ることができたとしてもというふうに、えー、情報的な対立で訳しています。 大丈夫ですね。えっ、ーと,えー、と、えっ、ー、と、プヴワールの複合過去形になっています。見ることができたです、ねうん。次は、えっ、ー、と、主節の文章になります。オカンナフォンシ。オカンは、えっ、ー、と、その上の哲学者たちです。哲学者たちの誰も、エニバディみたいな感じですかね。えー、nobody, a n y b o d で、誰も、えー、えー、この距離を、えっ、ー、と、克服することは、あのできませんでした。 この距離は何かというとアナーキーとアナーキズムを、えー、切り離す、えー、距離になります。<laughs> ここにあのソンセとシロン・ユーというのが、えー、ちょっとついていてこれ全部ちょっとまとめて訳すとちょっとあの周りくどくなるのでちょっと私は、えー、と2倍脱詩に入れて、えー、彼らにはそう見えていてあとここだけちょっと切り離してあの、うん、ちょっと訳しております。<laughs> で、この距離なんですけども、えー、この距離は、えっ、ー、と、概念としては、えー、フィッシュ。まあ、あの、未開のまま、<coughs> 放置されたまま、えー、でした。エ、えー、ヘステ、大丈夫ですかね。えっ、ー、と、ヘステは自動詞で、えー、こちらは、えっ、ー、と、福岡湖で、あの、エートルを取ります。エ、えー、ヘステですね <coughs>。で、従って、今日、 えー、哲学は、えー、彼らのアナーキーからアナーキズムを問わなければならない。えー、で、反対にアナーキズムの方は、えー、哲学的に対話で開かれることで、えー、その地平に欠けている再下の手段を洗練させなければならない。えーとーまあ、この再下の手段ではちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、その前の段で、あのーえー、世界がフラット化している、ユーバー化している。 で、アナーキズム的な資本主義はやりたい放題やっているということなので、まあ、そういったフラット化されたあのアナルコさん、アナルコ資本主義によってフラット化されたあの世界と考えてください。<coughs> じゃあ、えここで、えー、と冒頭のところ終わりましたが、ダニーさんにこの辺、ちょっと何か一言を、えー、最初のところでコメントをいただければと思うんですけれども。うんうん、そうですねいや、あのー このウォートからすぐに、まあ、マルボーはこの新作でやろうとしていることは重要である、うん、ということが分かると思います。で、あまあ、いくつかの,のポイント、一つは、あ,あの我々は今生きている状況のことですね。 我々は今あのどういう世界に生きているかこの世界を考えるにはどういう概念があ必要になるかっていうあことなどあを考えるとまあ彼女があ言っているフラット化された世界の中における事実上あのアナキズムとそしてまあ,あの覚醒するアナキズムのことがまあ非常に重要に由にあ 思える。わけですね。それは、まあ、とても。いい、いいポイントだと、だと思います。で、次には、確かに。まあ、あの。アナーキズム。を。うん。じなくて、アナーキー。を。論じてきた。まあ、二十世紀後半、二十一世紀。 の冒頭の思想家がどうしてアナリキズムを論じてこなかったかっていう、まあ、ちょっと謎が残っているのでそこはあのまたとてもいいいいポイントだと私は思いますであひ一つあの気になるのはこの事実上のアナリキズムと、まあ、一方、事実上のアナリキズム、うん をどのように論じるか、そして実情のアナリキズムと覚醒するアナリキズムの区別が、うんまあそ、その2つのアナリキズムは必ずしも肉対立の関係にあるのではないというようなことを言っているんですね。うん、で、それは逆に非常に危ういところ、うん、危ないところというふうに彼女が論じているので。なぜかとというと、まあ あ資本主義、まあアナルコ資本主義にしても資本主義にアナルキズムのもたらす解放があ、まあ、還元されてしまうのではないか、そういう恐れがあ,あるので、そういう問題意識が非常にお、うんまあ、面白くて重要だと私はああ思いますね。はいうんまあ じゃあ、えー、次のとこいきますか。でこちらであの序文が終わってでえっ、ー、と次はあ序文じゃないか第1章が終わって短いのがこれが、まあ、序文みたいなもので,で第2章に入ります。でえっ、ー、と第2章のタイトルが、えーと「アナーキーとアナーキズムの、えー、分離について」というふうな あのタイトルにあのちょうどなっておりますじゃあ、えー、とまた画面共有をしてそれで読んでいただくのが、えー、竹内さんかなあちょっと待ってまず説明かで、えー、とこの第2章が、えー、ありましてで、えー、と冒頭であの哲学のアナーキーと,、えー、とうー哲学者が論じているアナーキーと 静止のアナーキズムの、えー、についてあの、えー、と区別されます。で、えー、先ほど申したようにあの、えーえーと、レビナスとかデリダとかフーコーというのは、アナーキーは論じたけれども、えー、特にあのアナーキズムについて援用したわけではないわけです。なので、哲学者の側から静止との距離があります。他方で ここでは、えー、とプ,ルドンかプルドンが挙げられていて、えー、行動することがそのまま、えー、と思想なんだというプルドンの言葉が引かれておりまして、まあえーとまあ、伝統的なアナーキストも必ずしもあの哲,学う哲学的な探求を、えー、必要としたわけではないんじゃないかというので、まあ、双方のすれ違いがあります。 ただ、えー、両者の共通点というものがあって、まあ、それがあの支配の批判というところではまあ一致しています。あと、キーワードとしては、えーと、制御とかコントロールとか権威とか、あとは権力の問題というのがそこから派生する要素になります。で、えっ、ー、と、まあ、アナーキズムなんですけども、アナーキズムはまあ国家批判、そういった制度批判というよりも、そういった支配のメ,コメカニズムに対するあの戦い、えー、一般、えー、になっています。 えーまあ、国家をなくせばいいというわけではないわけですね。でプルドンが言う、えー、とプレジュゼ・グベハノモンタール、統、え、治、ー、の潜入権というものがありまして、でえーとまあ、国家は必要なんだと、えー、国家がなければ、えー、人間は生きていけないよというのが、これが統治の,の潜入権になりますで、えー。そういうふうに国家をあの必要条件なんだと考えることは、統治の口実になっていて、 そこからの統治するもの、されるものの区別と非対称性が生まれてくるのだ、えー、というわけです。<laughs> あとは、えー、とアリストテレスが参照されて、えーとまあ、そもそも「あるケという言葉は、えー、これは、えー、と始まりとあの命令を表すあの、えー、語源にあのなっています。で、えー、この、えー、とアリストテレスによると政、えー、体、政治体制というのは 統治なしには存在し得ないということで、まあ、そもそも、えっ、ー、とまあ、アリストテレスの時代からプルドンが言うところの統治の先入権というのはまあ、根強いわけですよね。えっ、ー、と国家がなければ、えっ、ー、と国家と統治というのはやっぱり人間にとって必要なんだというふうな、えー、見方になっています。じゃあ、えー、次なんですけれども。 で、えー、まあそのように、えー、とアリストテレスは考えるんですけれども、えー、じゃあ次竹内さんじゃあ読んでいただいて。メラナルシ、プルズクフコンタポハン、パラドクサルマン、デジャアンスクリット、オクューガロジックトゥグーベルマン、テルカリストットラデフィニ。エラナルシネアブニクパースケル Et paradoxalement déjà là. L'examen critique du paradigme al lever en effet que dans l'analysie, on de des émergence, comme son défaut de nécessité. L'analyse est originaire qui inscrit la contingence dans l'ordre politique うん、はい、ありがとうございます。<laughs> で、えー、それに対して <coughs>、えーと、現在の哲学者たちからすれば、これ <coughs> フィールソフコントンポラン、えー、アナーキーは、えー、逆説的にもすでに、えー、アンスクリット、これ、あの受動体になっています。えーで えー、インスクライブですかね、えー、と英語で言うと。でこの,あのスクリーベという、えー、とこちらがの刻むっていうあのラテン語の語源になっていますが、まあ、エクリチュールもそうですし、えーとまあ、よく使われるあの語感になっていますで、えーと。刻み込まれている、組み込まれているなどなんです。当 <laughs>、えー、チのロジックの核心、えー、に、中心に、 アナーキーが逆説的にもすでに組み込まれているというのが現代哲学者たちの見立てになっています。なので、いつまでたってもやっぱり当地の原理の中に無秩序、無原理というのが残り続けるということです。それが亡霊のように何回も回帰してくるというところがその問題設定になると思います。 で、えっ、ー、と、テルキャリストとラディフィニーですね。これもあのすごくよく使う表現になっています。テルクで、何々のように。この場合、ポイントは、えっ、ー、と、あの、題名同士で、えっ、ー、と、何をっていうのが、あの、えー、繰り返されてる点ですかね。これはロジックを表してるんですけども、<coughs> アリストテレスが、えっ、ー、と <coughs>、定義付けたように。アリストテレスが定義付けるような、 というふうな表現になっています。<coughs> 日本語ではねここあのそれはあってないんですけれども、えー、とフランス語の方ではあの必要ですね。La définit。で、えー、lanerci ne avenir que 抜くの表現です。抜くは否定ではなくて制限の表現ですね。あのえー、英語のオンリーと同じです。アナーキーが来たるべきもの。 えーまあ、将来的なものであるのは未来があるのはただアナーキーが逆説的にもすでに現存している存在しているからである <coughs> 消えてないからですね、えー、その発端にアナーキーがあるで次レグザマンクリティックデュパラディグムアナ、まあ、ーシックレベルオネフェクアナキーのある系の判例パラディグム判例 と訳しましたが、まあ、モデルみたいな意味ですね。ある系のモデルを批判的に検討することによって明らかになるのだが、<coughs> まあ、こ,ここは文章が長いので、品種転換をあのしています。本当はあの、えー、アナーキーの原理のモデルの批判的検討が明らかにする何々をなんですけども、ちょっと長くなるので、あのえー、品種を変えて、 えー、何々によって明らかになるのだがというふうに、あの、一回、あの、えー、区切っています <coughs>。そうすることによって、後ろが軽くなります。<coughs> アナルケイヤ、あとはオネフェというのが、あの、実際になんですけども、まあ、理由を表しますね、えー。というのも、みたいな形で、えーえー、納得する理由をあの表します <coughs>。アナルケイヤがある系に、その創発から、えー 自然的な欠落としてあの取り付いているのである。うん、アナーキーこそがえオリジネル、本源的であり <coughs>、まあ、大丈夫ですね。オリジネルがあの源にあるって言うことですね。オリジナルだと独創的ですね。オリジナルだとあの独創的な、日本語のオリジナルと同じです、えー。違うので区別をしてください。アナーキーが本源的であり、でえー、政治的な、えー、秩序の中に偶然性を刻み込むのだ、えー、となります。<coughs> じゃあ、えーとえー、次のところは塩、えー、田さんですかね。はい。ラプレミエ m i è r e analyse o アントローラー、ミナーション、アーケオテクノロジック、キーアンポーズアラパンセー、プラティック、ルスキマ、エディルファリフティ selon lequel tout procède d'un commencement et seront à une fin. La seconde, la responsabilité en anaxique et la domination du même et de la subordination alté, et de l'autorité, la troisième la politique, en a en alcoolosique des dispositifs locaux, mais aujourd'hui l'analyse antérieure au pouvoir agamben, et est affirme que la politique n'a pas été équilibrée au sens strict et ciel ありがとうございます。<laughs> で、えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、まあ、そういった先ほど見たような、えー、当地の核心、えー、に穴あきが残り続けるというふうな発想をした、あの、哲学者の、えー、パターンが、の、3つに、あの、区別されています。で、まあ、本書で扱われる人たちなんですけれども、で、えっ、ー、と、まず第一に、あの、存在論的な穴あきですよね。<laughs> で存在論で問われるのは、えー、アルケオテレオロジックですか、ねえー、起源、目的論的なあの支配を、えー、問いますで。この支配なんですけれども、えー、これは、えー、とデリバティブなあのシェーマー、あの図式を、えーとえー、思考とあの実践に課、えー、していきます。 この,あの派生的な図式なんですけれども、えー、これは、えー、とスロン以下になっていますスロン・ルケールすべ <laughs> ては、えー、と始まりから、えー、生まれてで、えーとえー、ファンおしまいに向けてあの秩序づけられている成就されているというふうな、えーまあ、そういったあの、えー、よくあるあの図式ですね。始まりと終わりがあっても、えー、あの物語は決まっているんだというふうな、えー、図式になります。 第 2, 第2は、えー、responsibility and o t a l sick 非、えー、アル系的なあの責任ですねで、えー、こちらは、えーまあ、特にレビナスなどですけれどもで、えー、とこれはメームと、えー、アルテリテとありますが、まあ、この辺があの、えー、レビナス的なタームになっています、まあ、メームあの一応同社、同じもの まああの私と考えてもらっても構わないんですけども、えー、まあ自己同一性ですよね <laughs> 私が私であるというまあ自己同一性との支配と、えー、それにあの他,者他,他者をあの従属させるという図式なんですけれども、えー、それを揺り動かします <laughs> 3番目三番目はむしろあの社会分析になりますねでえっ、ー、と装置の非アルケオロジックな批判風向 権力の内的アナーキー、アガンベン、ランシエールは政治にある系はなくて、で、厳密な意味でアナーキー的なんだということです。というわけで、本書では存在論、倫理、政治というこの3つの方向性で議論が進んでいきます。じゃあ、えっ、ー、と、もう次、ちょっと説明をさせてもらって、次、ダリンさんの説明。 あとはポストアナーキストの立場というのも参照されています。ハッキム・ベイ、日本でもあの、えっと、翻訳がありますけれども、えー、がをはじめとするポストアナーキストですね、トッド・メイ、えー、サウル・ニューマン、ルイス・ルイスコール、えー、彼らは多分日本語はまだほ本としては翻訳がありませんが、で彼らの言い分としては、むしろ、えー、フーコーやランシエルからあの、えー、すごくあの着想を得ていると。 あの別のアナーキズムを、えっと、構想しているんだと。つまり、えー、こういったポストアナーキスト、現代のポストアナーキストの立場によると、もう古典的なアナーキズムじゃなくて、むしろ、えー、こういった、えー、と現代の現代思想の方が、あの、アナーキズムにとってはすごくあの、インスピレーションが得やすいということさえあの言っています。それはなぜかというと、まあ、権力と抵抗の素朴な二項対立、まあ、こちら側の古典的なアナーキズムだとするならば、 えー、権力は脱中心化されていて抑圧の場は複数化しあの、えー、交差しているというのがこの、えー、ポスト行動主義の見立てだからですなので、えー、現代のアナーキズムとしてはあの応用しやすい、えー、というわけです、えー、ここでもまた、えー、現代のポストアナーキストは、えー、古典的な政治、えー のアナーキズムとあの距離をとっているわけですね。ここでも一つ、えっ、ー、と、えー分離がえー、分離があります。じゃあ、えー、そんな、えー、背景から、え、みますと、えっ、ー、と、次は、田中さんでしてじゃあ、えー、読んでいただいて。はい。うん。トゥツパス<タッ>、ドンク、フフレ、ポスト、アナルキス、コムシ、リストアー、ドゥ、アナルシス、 était secrètement orienté de un à venir que sur la déconstruction pré établir Les trois courants périodes qui constituent cette histoire, les mouvements analogistes de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. L'anarcho-syndicalisme des années 1930 et l'automondialisme des années 1990 mmh. auraient finalement abouti à un nouveau des pratiques révolutionnaires -no plus inspirées. でコンセプティフィロソフトでラ,ラナルシークュデジディフォルスデゾルメイアンウティリザーブコムテルラナルシーズヒストリック、はい、ありがとうございます。はい、じゃあマイクをまた回していただいて。 えー、ちょっとまずはトゥスパスコムシというのがもう決まった表現であのよく出てきますので、まあ、あの覚えた方がいいと思います、まあ、直訳すると、えー、あたかもないないであるかのようにすべてが生じますあたかもないないであるかのようにすべてが生じますなんですが、えーまあ、あたかもないないであるっていませんそれゆええー、ポストアナーキストにとっては、えー、次のようあたかも次のようなものなんです でえ注意は、こむしの後は半加工になっていますね。えー、半加工になっているのであの注意になっています。えっとまあ、現実ではないので、えっと、えあの過去へと、えっとえっと、時勢がスライドしています。まあ、これは英語と同じですね。As if I were a bird。もし鳥だったらなあというふうにあの過去形を使いますよねで、えっと。アナーキズムの歴史が秘密に えー、ある未来に向けて方向を続けられているかのようです。で、えー、どんな未来かと言いますと、シャール・レ・デコンストリクション、脱構築だけが、えー、裏付けることが、えー、できる、えー、未来へと。<laughs> 次、レ・トゥア・グランド・ペリオド、三つの、えー、アナキズムの歴史を、えー、構成する3つの、えー、重要なあの時期というのがあります。まず1つ目は19世紀末、20世紀初頭の えーまあ、最初の,あの、えー、アナーキズム運動ですね。えーとーまあ、第二次産業革命が起こったあとは、もうかなり近代化で、帝国主義、植民主義があの、えー、発展した後で、えー、社会、えー、文明が巨大化していく中で、まあ、そういった運動が、あの労働運動があの起こってきます。次は30年代ですね、アナルコサンディカリズムの運動があります。 あとは、えー、最近の,あのアルテルモディアリズムの運動、オルタグローバリズムの運動です。それは、オヘフィナルモンアブティ、これは条件法加工になっています。条件法加工。で、水量ですね、えー。まあ、達したのであろうというふうな、えー、と、水、えー、量表現になっています。ついに、革命的な実践の再生に達したのであろう。<laughs> で、えー、この、で、えー、ちょっと私は一回切て、 で、えーと、文章をあの、えー、切っています。で、この再生はと補って、で、文章を続けています。で、この再生はで、ここはプリュックですね。プリュックで。で、比較されています。何 ?A と B が比較されています。で、アンスペヘイドというので、インスパイアオブというのであの、2つ比較されています。で、えっ、ー、と、最初の方は、 アナーキーの哲学者たちの概念ですね。アナーキーの哲学者たちの概念。後ろの方は歴史上のアナーキズムのイデフォース、中心概念ですね。中心概念。ではなくて、むしろアナーキーの哲学者たち、つまり現代の哲学者たち、ね、の概念によって今活気づいているんだということです。デゾーメイニューティリザーブルコムテールのところは、えー そのままでは使うことができないそのままではこれ以後使うことができないなんですけれども手つかずの形ではもはや使い物にはならないと訳しましたじゃあ、えー、ここまでですかねで、えーとえー、哲学のアナーキーと政治的なアナーキズムのすれ違いそしてさらには現代のアナーキストでさええー、とすれ違っていて、えー、古典的なアナーキズムとは でえー、とポストアナーキストはむしろ、えー、と哲学者たちのアナーキー概念に期待しているというふうなちょっと入り組んだあの関係が、えー、解き明かされております。じゃあ、えー、とまた、えーと、じゃあ、ダリンさん、ここでちょっとコメントをそれはあのー、あの非常にお面白いですけれども。 うん、一つはまあ彼女がポストアナリキストたちを批判しているわけですね。で彼らはあの別にまあポスト構造主義によってアナリキズムを論じること自体は間違っているとは言っていないけれども、うん、でもどうして彼らは彼らがポストアナリキストたちが使っている利用している思想か 自身には、アナリキズムそのものの問題が論じられていないかあの十分研究していないと、うん、あの言っているんですね。うん、あで、実はそれはまああのアナリキズムから距離を取るためだと。そうね 彼女が言っている残念残残念念です残念ながら言っている。あだからあまああのこのこの人たちは非常にあの面白い論文を書いていると思うんですけどトッドメイもサウ、うん・ニューマンも。うんでサウ・ニューマンとかはあの2000年2001年ぐらいにまたえば、うん、デリダにおける 権威の脱構築っていう、うんまあ、論文の中で短い論文ですけれども論文の中で、うんまあ、デリダのアナーキーっていうのはどういうものだったかっていうことを論じているんですね、うん、であ確かにあのプルドンとかバ幕尼からあのい読み取れないことがデリダあ思って <laughs> ではないかですから、まあ、ある種の、まあ、アナキズムの未来が、うん、そこから見出されるので,でそういう論文が <laughs> もちろんデリダだけではなくて不幸、まあ、についての論文とかガンベについての、まあ、ポストアナキストたちの論文には、まあ、そ,ういうそういう側面は確かにあると思いますので,でそうするとまあ マルボー自身がやろうとしていることの意義がもうちょっとあのよく見えるようになるんですね。あなたたちがなんでやってこなかった実はあなたたちが使っている思想家にはこの大きな欠落があって欠落といっても失敗があるんですね。 強い言葉を使っているエシェク、うん、しかもあのエシェクフィロソフィックと彼女が言っているであ彼女が3つの方向をあの指摘しているんですね <laughs> であさっきも、うんああのー、発表にもあったと思うんですけれども それは、ほ、うんの33ページで。で、その、うん、発表にあった、うんうん、引用の,の前に、彼女が次のように言っている、うん、デコンスティトションオントロジックシューマン・デリダエシック、レヴィナス、エポリティック、フォコ・ランシェル・エア・ガンベン。 でこういうふうに分別できるのかはちょっとわからないんですね。まあね。ねデリダーがどっちにも入ることはできるんじゃないかと思いますしあっ元だって全部入りますし、うん、まあど,どうですかね。でうん。 果たしている役割は何なのか私にはよくわからないんで,ですね、うんうん。しかもこの3つの方向があって、まあ、あ存在論におけるルキエの脱構築をやったのはシュルマンとデリだ。うん、で、その次にまあレヴィナスは倫リ,リの方。うん、で、最後にまあフクオランシェル・アガンベンが政治の方。うんと 言っているのであれば、じゃあこれからの,そのショーの順番、うんうん、それは気になると、あのジャンセンも <laughs> おっしゃっていましたけれども、うん、こういうふうになるはずだったんじゃないかと思うんですね。最後にシュルマンが、うん、シュルマンとデルタがあって、その次にレビナーで、最後にフコランシエアル・アガンベン、うん、しかもこういう順番で。<laughs> うん、でも実は シュルマの次に来るのはあのレヴィナースで、レヴィナースの後はデリダで、デリダの後はフーコー。で、デリダとフーコーの二章が、まああの、一つの短い,なんていう論文の中の論文に,になっているんですね。で、デリダが論じているあことは結局、あ まあそれはあ,あとでお話題に出ると思いますけれども、うん、デリダが論じてあいる論理でいくと、結局あ、うんあ、支配欲動にとどりつく、うん、あことになると彼女が言って、でも実はそういうことは風光にはなくて、風光はデリダより 先に行ってまあデルタよりあの、ね、アナルキのことをアナリキの洞察わ、まあか,まあ、あからないんですけども不幸があーデータよりいいっていうように、うん、論じていくわけですね、うん、ですからまあデータと不幸が隣でなければならなくなって、ねうん、でもその後はまあ,、うん、あ顔面 とランシエルはどうしてこういう順番なのかな、うん、で、おおそらくその順番、3、まあ、つの方向性を区別する意味が私にはよくわからないんですけれども、一つの,あのこの本の論理を明晰、まあ、にするあというのであれば、じゃ存在論から倫理を通して、 政治へというようなことになるんですけれどもそうするとあの政治と存在論の関係はどうなるかを論じなければならないんですね。うん、でこれを読むと、まあ、こういう議論を期待するわけですけれども結局それはあの出てこないんですねマルボの本には。うん、ああで。 で本書では、えーまあ、アナーキーの哲学者たちが、えー、とアナキズム、政治的なアナーキズムとあの分離してしまっている、えー、この問題を問うんですけれどもそこであの3つの特徴があるというふうにあの言っていますで、えー、1, つ目1つ目は、えー、アンポンセ、えー、という言葉ですねで、えー、とまずは、えー、とネオロジズム、えー、と新しい言葉、新、えー、語なんですけれども でえーとまあ、新しい言葉例えばあのあのデリダが。 ディフェレンス、アベク、A をつけてあの、新しい言葉を作ったんですけれども、まあ、そのように新しい、えー、と言葉を発明することです。でまあえー、それだけではなくてあの、古い言葉に新しい意味を加えることというのも、えー、このネオロジズムの,あの、えー、重要な役割であるうわけです。で例えば、プルドンと,とともに、アナーキズムという言葉が新しい意味を生み始めて、 で、えっと、あ、これすみません。1900じゃないですね。1800ですね。えー、19世紀にまああのえっと流通するようになりました。それまでアナルケイヤ、えー、アナーキーという言葉は、まあ、すごいネガティブな意味だったわけですよね。で、えっと、まあ、統治のない民主の状態、権威の不在。 あるいは法の不在、無分別、無分別法等など、まあ、現代に至るまで、まあ、否定的な含意でした。そこにやっぱりポジティブな意味を付け加えたというのがプルドンの、えー、役割でした。で、えー、とそういった、えー、プルドンによる新しい意味の開拓、これまで考え,てえー、こ考えられてこなかった、えー、とポジティブな、えー、意味を、えー、とこのアナエキズムという言葉に、えー、込めた それを受けてどうなったのかということが次の文章になります。じゃあ、田、えっと、ナミさん、こんなお。はい。オ Arts et culture, c'est Derrida. responsabilité anarchique, c'est Levinas, anarchéologie, c'est Foucault, puissance, c'est Agamben, démocratie, c'est On ont tous une dette vis-à-vis de la transformation これまで考えてこなかった側面を見出したからこそですね、で、えっ、ー、と、損失とヘブルス・ヨンジュ損失というのはそれを指します。こうした意味の革命がなければ、で、えっ、ー、と、これが、あの、仮定説となっており、主説は条件法過去で表れています。表現されています。 オカンでコンセプトフィルゾフィック、ダナスエラブラ、え、ブラブラブラ。20世紀に洗練された、練り上げられたアナーキーのいかなる哲学的概念も、何やすることはなかできなかったであろう。という、ここにあのかかっております。条件法加工ですね。で、えっ、ー、と、ブ o ル r l で、あの、えっ、ー、と、火、えー、を見る。ということで、火の目を見る。誕生する。というふうな表現になります。この色はちょっと間違いじゃないかなと僕は思っています。はい、必要ないので。 はい。で、えっ、ー、と、次。えぇ、ー、いるは、えっ、ー、と、この前の,あのコンセプトをの指しますね。それらの概念。で、このトゥス、二つありますね。えー、これは、あの、同格的表現になっています。で、あの、すべて、ですねすべて。これは、あの主、うん、主語、主語認証代名詞と、あの、同格になっています。それらはすべて。というわけですね。それらはすべてと、 ここと同格表現になっています。それらはすべてあの仮定しています。想定していますと。何を、えー、この概念、つまり、えーと、アナーキーという概念の、えー、アルカイック、えー、旧来の意味のが出 p a 克服されているということを、えー、想定しています。昔の意味は、えー、無秩序と,、えー、とカオスです。ね、なので、えーと、現代の思想家たちは、えー、プルードンのおかげで、 遠慮なく、このアナー,ーアナーキーという言葉をポジティブな意味で使うことができました。シュールマンの存在論的アナーキズムとか、デリダのこのアルシエクリシュールもそうなんですけど、アルシって入ってますが、まあこういった、えー、と言葉ですかね、えー、これはいずれも、えー、トゥス。これはあの、えー、やっぱり同格の、えー、とトゥスになっています。いずれもすべて犬ド負債を持っています。何に対して ビザビー t ラトンスフォー m ーション n p r o d o プルドン的な変形に対して、仮負債を持っています。じゃあこれが一つ目になっています。じゃあ2つ目、キプさん、お願いします。<noise> pas un après souci de distanciation théorique et politique, quelque chose de dangereux, inavouable, explosif, enfermé dans les souterrains, souterrains de la conscience et que les philosophes se passeraient de main à main 2番目はあの盗みあの、ボールというのがあのテーマになっています。<laughs> でえーと <laughs> まあ、プルドンが所有とは盗みであるという,ふうなあの有名な定ーを出していますけれども、まあ、そこが引用されてで、えーと、こういうことは可能かというふうに言っています。スレ trop fort が従ってとというう意味ですねで次のように語るこは、えー trop fort. まあ、あまりにも強すぎるでしょうか、ね <laughs> えーと。哲学的な盗み。えーとえー、アナーキの、えーの、えー、アナーキー人たちからアナーキーが哲学的に盗まれたというのは言い過ぎだろうか、ね <laughs> あ。つまり現代,の現代の哲学者たちが、えー、とプルドンとかの伝統的なアナーキー人たちからうま、えー、い具合に えーまあ、美味しいとこどりのような形で、まあ、あのこっそりアナーキーという概念を、えーとえー、使っているとで、えー、別にプルドンとかバクーニンとかは引用はしないとこっそり使っているというのはちょっと言い過ぎでしょうかとさっき申し上げたように所有とは盗みですから、えーあのえー、ですから自分のものにしているわけですねあのでこれは盗むことなんですよ。はい で、意、えー、にかどうかは別として、えー、シアモンウンノンす、ねえー、意識しているかどうかは別として、えー、この盗みは隠されています。えー、何によって、えーとえー、理論的かつ政治的にディストンシアシオン、距離を取るというふうな、まあ、見かけ上の配慮によって、まあ、自分たちはプルドンとは違いますから、えー、引用もしませんし、みたいな、えー、遠ざかっているんですけれども、 まあでもこれは自分のものにしている、つまり盗みじゃないかというわけです。ケルクショースドゥという,うで、この後形容詞が来ます。ケルクショースにあのドゥを、えー、と絡ませて、後ろにあの形容詞があのくっつきます。何か、えー、危険なもの、イナブアブル、えー、アブウェーという、ここにあのブワって入っているんですけども、声にできないものですね。声にできないもの、口にできないもの、告白できないもの、 爆発してしまうようなものがあって、どこに意識のえ地下、奥底に <laughs> 閉じ込められている。でえー、哲学者たちは、えー、スパスへ、このス要注意ですね。お互いに相互的表現です。お互いに相互的な表現です。 で、手渡しで、えー、これお前にやるよみたいな感じで、ね <laughs>、お互いに手渡しをしている、えー、というふうな、えーまあ、イメージですよね。はい。これが2つ目の特徴で、あの盗みという、えー、特徴になります。じゃあ、えー、3番目、じゃあ竹内さんお願いします。ユニューデネガシオン。 La n'est certainement pas à écarter. Et ce bol s'apparente en effet à une dénégation. Faut-il l'appeler eh, que ce terme désigne, désigne chez Freud un processus de défense qui consiste à énoncer un désir tout en le 3つ目は否認ですね。でネガシオンこれはの、まあ、フロイトの用語として有名ですけれども、あのネガシオンあのが否定ですけれども、デネガシオンでして、えっとまあ、そもそもなかったことにするというのは否認ですよね、えーえー。そもそも知らない、そもそも見たこともない。 そもそも、えー、そんなものはもう食べたこともないというふうに、そもそも、えー、なかったことにするというのが、えー、否認になります <laughs>、えー。否定だとそれは意識されているんですけどもあ、それは分かったけれども、自分はそうしてないよというふうに一,一,回一回認めて否定するのが否定なんですけれども、否認はそもそもそんな経験はしていないよというところから出発をします。なので無意識的なんですよね。 で、えっ、ー、と、ラ a r ン i s o n d u n c o n c i o と、えー、無意識的な理由ですね。そうした盗みの無意識的な理由というのは、まあ、確かに、えー、避けられるようがないと。で、えー、まあ、それこそがあの否認なんですよね。はい無意識的にそうやってしまってるから。で、というのも、スヴォ o l sa parent, on efe, aine, d この盗みは否認に似ているからである。ここでは、オネフェ e はというのもという理由理由の イメージで訳しました。フォティルハプレ、ハプレもよく出てくる、あの、動詞になっています。えっ、ー、とアプレにルがついているので、まあ、直訳するとコールアゲインみたいな意味なんですけども、まあ、指摘すると訳した方が、あの、えー、しっくりくる場合が、あの、多いです。思い出させるとかそういうニュアンスなんですけれども、えー、まあ、指摘するってやった方が念押しするみたいな、意味で取った方が。 あのうん、すんなり来る場合が、えー、少なくないです。<laughs> 指摘しておくしなければならないだろうか。えー、この否認という言葉はフロイトにおいては、えー、防御のプロセスを表している。で、えー、キコンシスターエノセアディズすね、まあ、ある欲望を表現する。<laughs> でトゥトン、えー・バーホンはあのゼロンディフ表現ですね。ゼロンディフ表現。 で、えー、何にしながらという同時性を表します。このルはこの前のンデジイアを指しています。この欲望に、えー、シーニュネガティブバッテンですね。あの否定のサイン、えー、あのバッテンマイあ、マイナス記号ですね。えー、マイナス記号で、えー、抹消することで、そもそもなかったことにする。えー、そういった欲望を表現している。コンシストアは、まあ、英語にも同じ表現が ありまして、まあ、何々からなるとか、ね、何々から構成しているみたいな、えー、意味でよく使われますが、まあ、ここはあの、すんなり何事もないよなかったかのように、あの、えー、あの単純に訳した方がいい場合があの多いです。あんまり行々しく訳さない。で、済むことが多い気がします。じゃあ、えっ、ー、と、最後は、えっ、ー、と、潮、えー、田さんかな。はい。じゃあ、お願いします。ルノン L'angle noble. L'angle gouvernable. L'angle gouvernable mm. dessine ce qui échappe au contrôle comme un véhicule bé devenu impossible à conduire. Au sens moral et politique, il se gère dans des chapelains et la désobéissance. Le, le juste de tempérer le mm. non-gouvernable est un de contrôle du gouvernement il résiste et suppose à ce qu'il suppose la priorité du gouvernement le gouvernement la non-gouvernabilité la non quand elle nous envoie, ni à esprit, ni à l'événance. elle n'est pas non plus la désobéance, mais ce qui est en début comme dans des communautés, de radicalement radicales, étrangères. うん、そうですね。はい。えー、グベルナブルですね。はい。じゃあ、えー、やりますか。で、えー、これがもう第2章のほぼほぼ最後のところになっております。で、ここで、えっ、ー、と <coughs>、まあ、統治しうるものっていうのと、統治しえないものっていうのが、この、えー、グベルナブルと、えー、アングベルナブルというのは、統治しえないもので、 この対立の外に、プラスとマイナスの外に、新しい概念を作りたいなと彼女は言います。それがノングベフナブル、非統治しうるものというので、まあ、この可能性、不可能性の外に、えーとえー、一つの,あの原理をあの、えー、と設定します。役なんですが、えー、と非統治しうるものは統治しえないものではないですかね。で、こちら、えー、統治しえないものは、えー コントロールを免れるものを意味します。例えば、VQL devenu impossible à conduire。操縦できなくなった乗り物のように。でお尊し、モ、え、ハーレポリティック。道徳的、政治的な意味で、それは不規律や服従をほのめかして、えー、随重の拒否を示唆しています。えーで 統治しえないものは、こちらですね、反対なんですよね。グベルナブルのちょうど反対に当たります。えと、ねくとありまして、オンリーが入っています。反対であって、そのようなものに過ぎないんだということです。 でこのアングベ u ナブル統治しないものは、自らが想定する相手と訳しました。これはスキルシポーズのところですね。自らが想定するもの、相手。つまりそれは統治の優先権ですかね。に、えー、と抵抗して対立をする。まあ、どっちが統治するのか。 えー、どちらが統治してどちらが統治されるのかっていうふうな、えー、優先性に対して上下関係に対して抵抗します。で、えー、次、えー、非統治的な、えー、統治し得るものに関して言えばコンタエールであの主題化を表しますね。で、えー、とそれは無規律にも、えー、方向、まあ、無秩序な何かさまよい、えー、にも、えー、帰着はあのしません。 コ文は、あは一あの希釈するって訳しました。<laughs> それは、複数でもなく、えー、名、ですかね名以下で。個人においても、えーえー、共同体においても。このコムは、あのえー、と同じ意味ですね。アンドです。個人においても、共同体においても。でも、ハディカルも、エトホンジェ。ラディカルに、えっ、ー、と、板的、えー、異質なものにとどまります。 でえー、と命令や服従に対して。うん、というので、えーとまあ、結構典型的な現代層のパターン、えー、ですけれども千葉さんの入門書にも書いてあると思いますけれどもこのパターンは、えー、ある、えー、とプラスとマイナス可能性と不可能性という対立があるとしてその外部ですか、ね、その外ですか、ね、内部と外部ではなくてその外というふうな、えー、パターンですか、ねえー、を、えー、マラブさんはあの考えてこれをアナ,アナーキーの。 原理として、で、このレベルにおいて、アナーキーとアナーキズムをうまく、あの、えー、接合して、この両方を。同時に考えるパースペクティブが開かれるのだ、というのが、まあ、あの、彼女の展望に、なってきます。じゃあ、あ、えー、ここまで,で、で、なさん、なんか、話しますか。それとも、で、はい、で、の方に、ふう、ど、まあ、どっちでもいいですよ。いや、ここでちょっと話して、で、また、はい、ちょっと話して、で、また、ちょっと話、はい。どうぞ、いいどうぞ。<laughs> いっぱい重要なところがあったので、うん、どこから始めましょうか。まあ、一つは、あの彼女があ言っているのは、あまあ、そのプルドンがやったあアナリキという言葉の移民的革命、移民の革命がなければ、 20世紀に洗練されたアナーキーのいかなる哲学的概念も日の目を見ることはできなかった、うん、だろうかと私はちょっと <laughs> 疑問に思うんですね <laughs>。<laughs> <laughs> っていうかあの彼女がいやそのアナーキーっていう言葉はもともっとああの古代ギリシャにもあのありましたしでじゃあプロドンがプロ,プロドンが。 どういう信号をあの作ったかというと、そこにあのイズムを書、うんね、き加えただけで,、うんであ、確かに意味をちょっと変えた。もう否定的な意味ではなくて、うん、肯定的な意味でどういう肯定的な意味かというと、まあ、彼女がプルドンを引用して、ローズン・ルポワーという、まあ、あのプルドンの有名な言葉をあ。 まああのあ権力のない秩序権力なしでの秩序だろうそのルプワっ,っていうんでじゃああのもしプルドンが論じていたのはこういうことだったらプルドンなしでプルドンの意味の革命がなくても、うん レヴィナーデリダー、シュルマンたちはアナアナルキーを論じることができたかというと、うん、いや、できたでしょう <laughs> って思うんですね。うん、えって思うんです、うん、ここはちょっと。うん、しかもあの、それはどうしてわかるかというと、彼女があの主張しているのは、プロドンが初めて肯定的な意味でアナルキーを使った。うん 言うんですけれどもジタル不幸のあのやっていることを読んでみるとそこには否定的な意味でしか使っていなかった言葉がよくあの肯定的な意味で使うまあ使ってきたのでそれはもうあのアナロキー以外の概念にもいっぱいこういうあのなんていうある種のまあ 戦略的な実践だと私は思うんですけれども、うん、60年代の思想家がよくそういうことをやってきたと私は思うんです、うんうん、だからそこはちょっとええと思うんですけれどもそれだけではないんです、うん、彼女が言っているのは、まあ、あの彼らがそういうことをやってそのアナロキという言葉を使って言うんですけれども、うん 言葉の問問題題ででで解決できるような問題ではないと思うんです言葉は概念ではない。で、その概念を把握するためには、その概念が機能している体系そのものを緊急しなければならない。まあか彼女はこれからこういうことをしようとしているんですけれども、そうすると彼らが論じてきたアナリキーの概念、言葉ではなく概念が、 プルドンのそれと全然違うっていうことが分かるんですね。そこがあのじゃあそうするとその言葉ではなくて概念としてアナルキを考える時もちろんそのフーコーが論じていたアナルキは全然例えばシューマンとかレヴィナースの論じていたアナルキとあの違うわけですね。で概念のレベルで論じるとやはりこのプロジェクトが どうなるかっていうちょっと心配です。うん、はいでもそれだけではないです。あの彼女は僕ここであの言っていること一つの,あの盗み、うん、盗みというかあの、うん、あれですね。ヴォール。ヴォール。だから「オブロおっというまあうタイトルになってるんです、うん、けれどもまあ当主。まあわ、まあ、からないんだけれどもいろんな、うん、あの言葉で多分。 翻訳できると思うんですけど盗みがあるって言っているんですね。うーんじゃあそれはどういうどういうい議論なのかどういうアルギュメントなのかというと彼女がこの本の最初のところにあ言っているのはアナキズムは歴史ではなく地理を重視しているって言っているんですね。 樹脂ってやってますね <coughs>、うん、でも19世紀のプルドンがやったことが、うん、地理かっていうのねジオグラフィーかっていうとねあいやそ,そ,そ,それだけではなくて、うん、やったことそのプルドンが19世紀にやっていたことがいかに影響を与えて20世紀の60年代以降の思想か、うんあ の思想そのものを変えたかっていうことを論じること自体はまあ哲学史思想史思想の地理とかではなくてですねそれはあくまであの歴史的な議論である彼女がやっていることはそうするともちろんあのアナキスト的なものではなくてまああの伝統的な 思想みたいなな感じになるんですね、うん、でその裏に何があるかというと彼女がもともとプルドンの信号であった言葉がなければ、うん、というとそのプルドンのあるいはア、ま、ナ、あ、キストたちの所有している言葉になってしまうんだけれども。 えそれででいいんですかとしてそれはもともとプルドンたちの影響を認めるべきと彼女が論じている時にアナキズムそのものをアルケーにするのではないか彼女が。うんうん、と私はちょっとまあ自分に言い聞かせずにはいられないんです。うん 彼女があのそこにボル「v o 盗み」があったっていうところでもうアナーキズムそのものを「r ケにしたいっていうふうに読んでしまうんです。うん、<laughs> プルドンがアナ,ーキアナーキズムの概念の所有者であって新しい意味の所有者であってすべての「ル k がプルドンにあるのでだからそこから盗めると。はいはい それ以前には何もなかったとそういう概念の歴史とかヒストリー・オブ・アイデアみたいなものがそういう起伏ですかねレリーフが全くなくてプルドンがある系なんだとだからそこからみんな黙って盗んだんだとガッシュもやってんだということでエスキュレスとかソフォクレスヒロドトスが あの参照しながらも実は何の何の影響を与えも与えなかったっていうような論じ方でプロドン、まあ、特にプロドンですねうん、うん、クロポッキンとかもあのあ言及してあるんですけれども、うん、プロドンはアナキズムの所有者アナキズムという言葉と。 その言葉の意味の所有者であるかのように。そうね。そうね。それは。えってですよ。それ鋭い素敵ですよね。はい。はいしていただいて、私は、日本語とどのようになるのか。Gouvernable? そう。Non-Gouvernable と Ungouvernable。そうね。それは。まあ、あの。 三沢さんの翻訳をめったとなるほどって思いました、うん、統治し得るものと統治しえないもの。で、これは彼女のあまあ体系といってもあれですけれども、この本の,な、うん、の中で彼女が導入あした重要な区別なんですね。で あアナキズムっていうのはノングー・グウェルナブルつまり非統治しよるものである統治しないものではないで、まあ、西山さんもその違いをよく説明したと思うんですけれどもこのあ引用あ札段の撮影落語のコメントの中に でも、こういうふうにきれいに個別できるのかなと私は思うんですね。<laughs> 統治しないものは統治しよるものの反対であり、そのものそのようなものに過ぎない。で、内と外の、まさにその外として、あ非統治しよるもの。 が出てくるんですけれどもでもアナキストが抵抗しなくてもいいのかなじゃあ具体的にどうなるのうん抵抗せずに統治しないものと統治しおるものの肉体率から逃れるのかう それはどういうことかで、ちなみに彼女がまあいろんなあの権力の種類を分別しているドミナションまあ最初にあの西山さんが取り上げましたけれどもいくつかあるんですね例えばあー、まあ、ドミナション、メッス制御、オートリティ、権威、不安 金融力まあいろいろあるんですね。そして、あのもちろん、あの統治、ゴヴァ n t で、例えば、あのデリダが、デリダの場合、あの十分あの、区別していないので、それはだめだって言,言っているんですけれども、でも、うん、それはどうしてその区別が重要かというと、彼女があのノン・ e r n ー b ブ e 人を知しよるものとしてアナキストの立場を卒業、まあ、したいからと私はあの読みましたけれどもでもそうするとどのようにどのように抵抗することができるのかなと思うんですしかもあのあガン のショーの最後には彼女は、まあそん画面の場合、全部はのパシビテ i な i t だけれども、うん、まあそれは、300年後に、ンページ、最後の段落、うん、そこで、彼女が、sans t r a スグレ r e s s i レボ最後のション Mais interminablement attardée dans la zone sacrée qu'elle ne parvient pas à réduire, l'anarchie lucide, coupée de tout anarchisme, reste une version une absolue. de l'improvanable absolu. Mm. De ce mo, transgression, mot, révolution, mot, qui tu es autre Il y a révolution, en tout cas, transgression, mais アガンベンが批判してきたトランスグレーションなんだから、これはアガンベンへの批判になっているんですが、そこまではいいんだけれども、トランスグレーションすることで結局、まあ、の抵抗する形で、アングーベーナブルになるんじゃないかな。ノンゴベーナブルではなくて、うんうん、ど,どうですか ね、まああのそそそ,そこがちょっと面白いなと思いました非常にあのこの本のなんていうあまあ最も重要な概念ついていくらいのあ位置を収めている

いあんまりまあ違反しているまああの早く亡くなったからうんじえなかったことは私が不幸の代わりに論じますよみたいなことを言っていて、うん、まあそれはそれでいいと思うんですけれどもでも一番よく批判しているのはデリだと思うんですね。うん、しかもあの彼女の批判のやり方はあの一貫 性を持ったものでではないですね例えばあのシュルマンとかレヴィナスの場合はあの経験論的な議論をもって超越論的なあるいはまあ倫理のレベルのうまああの それぞれシュルモンとレヴィナスの立場を批判しようとしているなんだけれどもあーアガンベとランシェールの場合はもうあのこれはすぐ確認できるようなあの脱構築のやり方で批判しているので、まあ、一貫してはいないでデリダの場合はどうなっているかというとまあそこ ちょっと単純化しますね。うん、あすみませんで。単純化します。あ彼女が結局、デリダが権威力を脱構築しようとして失敗した。全部が権威力になってしまう。で、うん、ディフェロンス、サイン、サインは支配欲度、プルシオンジ・プルプワになってしまう。 と言ってでそれを言うために、Le Carte p o s t に含まれている、まあ、フロイト論をあ彼女が、まあ、あ読んでいくわけですね。でも もちろんあのデルダの愛読者としては私は賛成できないんですがなぜかというと彼女がこの本あのいくつかのポイントをあの無視してはいるんですね,ね第一に便電、うん、リエゾンの話でリエゾンの話と関連しているのは、まあ、ストリクションあるいはストリクチュー で、スティクチューブの論理は彼女が全然把握できていないような気がします。うん、で、次には、彼女が、彼女が、さまざまな権力の種類を区別することはできないと言っています。 けれどもそこにかっきりした一線の境界があるかのように彼女の論じ方に問題を感じるので、うん、まあどうですかねそして彼女はまあデルダの初期デルダからあの後期デルダまでいろんなあのデルダの著作を参照しながら論じていくんですけれどもなぜか デリダの,もうあの最初のフォセルあーについてのあ本から最後まで論じてきたジピュー、peux, 私にはできるっていうジュ、うんまあ、ピューへの批判は、うん、あの一切触れていない。それは全部がポヴワーフに還元 できるのかというと、もうその逆だと私は思って、十0ピューのことを考えずにいると、こういうことになるかもしれないんだけど、まあどうかなと思うんですね。で、最後に、まああの無条件の、うん、何だあけ、日本語を忘れました、その、うん、スベロンって、 主権なしの無条件のことを全然触れていないのはどうかなと思うんですね。<laughs> でもそのカフトポスタイルだけを見てみるとどうなるかというと、まあ、それはもしかすると私の読解に過ぎないかもしれませんのでそこはまあ、うん、よくわからないんですけれども <laughs> 簡単にあ言わせてだきますとまあ,あ De l'idée, il y a un noir. Je vais vous montrer un carte pour que je vous montre. Il y a un noir. La bindung déborde donc la maîtrise comme la cisse de sa condition. Bindung, quoi? Soumari à nos maîtrise, c'est-à-dire au côté. Pas de maîtrise nos conditions, joker. Pas de maîtrise qui ne soit préparé, introduite et confirmée par la bindung, par la banque ou par la poste. En tout cas, regarde, il y a une. bindung, la 制御、メトリースあー、支配、ポワーなどなどはあ存在しないで。それはどういうことかというあと、まああの一つの動きを想像してみてください。自由な動きがつながりをあ想像する。で 作られたつながりの中で、まあ、それはもう、ビンドンク、その、あ,あの、まあ、つながるものの中でん考えるようになるんですけれども、その中には既にあの権力があるけれども、その動きそのものが、その作られた体系の中には把握できない、それは、あ,あの、スティックチューブ、あるいは、ビンドンクの動き。あ であってでそうすると協力を可能にすると同時にとでだいつもと同時にのところにあの、うん、強調をおくんですけれどもと同時に協力を不可能にすることになるんですね、うん、そうするとあのディフェロンスまあその動きそのものがディフェロンスの,あの動きとして考えてもいいんですけれどもあディフェランスが 権威力を可能にしながら権威力を不可能にするものとして把握できるんですね。つまり、あそうするともちろんデリダはあの全てを権威力に還元してしまったわけではなくてむしろその逆でだから権力が一つあるのではなくて複数、いつも複数で でいつもあ再加していつもあの延期されてしまうっていうことになるんですね。うん、でそういうことを把握していなかったマルボの読解はどうかな。 私は思いえっ、ー、とデリナの章は、えーとまあ、4つぐらいの、えーとえー、事例が挙げられていて、えー、まずは、えー、とグラマトロジーグラマトロジーで彼はあのア,ルアルシエクリチュールということで、えー、ここであのアルケエクリチュールという言葉を使っていますこれはまさにさっきの二項対立でして、えーとえー、パロールとエクリチュール話し言葉と,、えー、と書き言葉じゃなくてその2つ の対立をの手前にあの、えー、と起源の,あの、えー、エクリチュールがあるんだということでここであのアルケーエクリチュールという言葉を使っています二つ目つ目はレヴィストロース論なんですけれども、まあ、レヴィストロースがのナイーブなアナーキズムつまりあの文字がない、えー、と未開社会においては何かとてもナイーブな、えー、と無知強さがあるんだといったところをデルダウンの解釈をしています 3つ,つ目はレヴィナスにおける、えー、とアナーキーな責任という、アナーキーなあの超越性に関する、えー、と解釈ですか、ね、においても、アルケーの問題にあの触れています。4つ目が今のフロイトなんでしょうね。でフロイトの,あの戒厳則,則の悲願というのがありまして、 快、まあ、原則あの、えー、心地いい不快であるっていうこの2つの心、えー、的エネルギーというのがこれがあの心理的な、まある形だとすると、えー、その快原則の向こう側というのはあるんだろうかというふうにあのフロイトが問うています。でそこであのフロイトはあの死の欲動ということを言うんですけれどもで、まあ、マラブさんの見立てによると。 えー、この,あの、えー、死の欲動の、えー、ところをあのデリダは取り違えて全てをあの支配欲動ですかね、えー、支配の、えー、と欲望にあの還元してしまったんじゃないかというのが、まあ、マラブさんの,あの批判にあのなっています。なのでデリダの中にはアナーキズムがないと、えー、アナーキーを語っていながらもあの、えー、アナーキズムというのが完全にあの、えー、落とされているというのが えとまあ、彼女の批判になっていて、まあ、それはちょっとね、あのー、批判のための批判じゃないかというふうな、ちょっとあの強い、えー、ところは、えー、態度ではあるんじゃないかというのは、ちょっと、えーまあ、残りますね。これはの、えーとあ、新しい新たな傷つきのにおけるあの最後の批判ともちょっとあの通底する、あのーえー、ところもありまして、えーとまあ、パターンとしては同じかなと、えー、私は思いました。 簡単なことを言いますね。<laughs> うんはい、えっ、ー、と彼女があ批判する思想家は確かに真面目にプロドンとかバクニン、クロポッキンを呼んではこなかったんです、ね。うんうん、でもじゃ彼女の場合はというと <laughs> <laughs> 彼女は全然。 参照されてないよね。と <laughs> いうかあの、フーコーの一章は何あの ?65 ページ。うん、ガンベンはあの60ページ。ラ、うん、ンシエルが58ページ。うん、プルドンはほと,ほとんどないよね。3ページ、うん、えって思うんでしょ、うんうん、まあ,あのそ、それはちょっと、じゃあ、あのそれは十分、あの、キズムむ。 本とし,てはしかもその側面を批判している上で彼女自身も同じことをやっているのはどうでしょうかなと思うんですね。うん、であ結局のところ私はいまいちよくアナキズム政治的な意味でのアナキズムと存在論的な意味でのアナキズムあるいはまあアナキズムと 存在論、超越論、あるいは歴史性との関係はあのよ,よくわからなかったんですね、この本読んで。そこは、うん、でも逆に言うと、この本はあのもっと長い著作の第一巻として読まれたらどうかな <laughs>、うん、と思うんですね。うん、彼女がこのの本で一つの 約束を読者にしたと私が読んでしまうんですね。うん、でまあその第 2, 本第,第2巻があるかどうかはわからないんですけれども一つまああの第1巻としてはまああの面白い指摘がいっぱいありますし風光の読解もアガンベの読解もアランシェールの読解も私はまああの感動しましたので。 そのシュルマン・レヴィナス・デリダはともかく <laughs> まああのー、面白い席がいっぱいありますので 2> <laughs>、うん、第2巻があったらいいなと,と思いました、はい、で最後に一言あ、一言一つは彼女がシュルマン・レヴィナス・デリダフーコー・アガンベン ランシエルの名前を出しているんだけれどもそれ以外にもいろんな思想家をあの論じているんですね。ドゥルーズ、リオタル、バタイユでそこも面白いんですね。結局、まあ、あのフランス現代思想の重要な <laughs> ああ思想家をほ,ほとんど論じているのでそこは、まあ、あのお面白い。 でもどうしてドゥルーズについての別の一生がなかったのかうんそこはちょっと思うんですねよくわからないあのドゥ,ドゥルーズを批判しているのはその風光の章の中でドゥルーズの内在性を批判している非常に面白い批判ですけれどもあまあともかくで最後に一言はあの彼女が それぞれの思想家を呼んで批判してはいるんですけれどもそれだけではなくてそれぞれの思想家の最もアナキズム政治的なアナキズムに役に立つような概念とか側面を取り出して、まあ、ある種の来たるべきアナキズム の姿を素描しているのはちょっと面白いなと思います。うん、はい。で、えっ、ー、とそのプルドンが出てくるあ、バクーニンが出てくる三百八十八ページ目最後のコンクルージョンのところなんですけども、<laughs> で、えっ、ー、とバクーニンによるとアナキズムはえっ、ー、と本当のあのプラスティックな力、仮想的な力であるとあのアナキズムが定義されているそうですね。で、えっ、ー、とあらゆる機能は えと固定されはしないとで全てが、えー、誰にも、えー、帰属しないまま、えー、ハイアラーキーな秩序も、えー、常にあの変わっていくみたいな引用がなされておりまして、まあ、この辺で、あのー、多分、えー、彼女はね「あプラスチックな力なんだとアナギズムは」<laughs> っていうのですごくやっぱりあのモチベーションが あのねついたんだと思います。まあでもその割には、えー、プルドもバクにも直接は、えー、論じられていないので、えー、その辺がねちょっと、えー、まあ、みんなこれ読んで思いますよね。あの、ね、自分は自分も論じてないよねっていうね。<laughs> はいえー、なのでまあこのアナーキーを現代思想がどういう風に論じたのかのカタログ的なまあ、予備的な作業としては、はい、あのとてもよく勉強されているし、まあ、まあもうこれだけの年齢になってねまだ すごい勉強熱心な、ね、先生だからあのこれだけ勉強して精力的にあのえ書いているのはやっぱり、えっと、えあの見習いたいなと改めて思いました。はい、で、えっと、あとは、えー、これまでの彼女のプラスティシティとの関係ですよね。これまで、えっと、作り上げてきたあの形を受ける与えるというふうな、えー、形の変形運動と。 このアナーキーの原理がどう関係しているのかです。で、えー、まあ基本的にはこの何,も統治何によっても統治しえないものが残るからこそ全ては変形し得るというのが彼女の言いたいこと、えー、解き明かしたいあの原理かと思います。で「えー、統治するされる変形するされる」というこのロジックの外に え何かが残るからこそ全てが変形可能になるっていう本質で,本質でさえも変形に可能になるっていうのが多分彼女がえと究極的にはあの示したいことででもそのためにこれほどの,あのアナーキズムの,ねあの勉強をしてえ作業をするかっていうところはちょっとあのまあ本当思想家だなとプロの思想家だなとは思いました。はい